らっしゃいませ。ありがとうございました。コスター、お客様はラッキーだ。ただいまコストの観光をさらにお楽しみいただけますように、ウィリーキャンペーンへのご参加を提案しております。よろしければお話だけでも聞いていってください。キャンペーンは立ち乗り二輪車、ウィリーに乗ってあちこち観光するだけ。簡単ですよ。しかもウィリーの走行距離によって景品がもらえます。さあ、どうです？ウィリーキャンペーン、参加しますよね？はい、ありがとうございます。お客様はウィリーキャンペーンに登録されました。ウィリーをレンタルしてビュンビュン走り回って景品ゲットしちゃってください。街の地図はないかな。コスター、おすすめ観光スポットはこちらでご案内してます。メインストリートには様々なお店がございます。ショッピングをご希望でしたら立ち乗り二輪車ウィリーで回るのがおすすめですよ。コスタのビーチでは海水浴はもちろん、サーフィン、ダイビングやチョコボートなどいろいろなマリンスポーツをお楽しみいただけます。ホテルといえばやはりロイヤルコーストとコスタデルソルリゾートの2つが有名ですね。他にもたくさんホテルはございますが、どこも満室でして飛び込みでの宿泊は少々難しいかと。コスタが誇る名店バールデルソルではシーフード料理からトロピカルドリンクまで当地ならではのメニューを取り揃えております。飲みすぎ食べすぎにはご注意くださいませ。
一番の道具屋はオイラの店だよ。まよくご覧ください。いらっしゃいませ。どのようなアクセサリーをお探しですか？おしゃれですよ。店長ではなく大将と呼んでください。また寄ってください。コスタ特製のアクセサリー、どうぞご覧ください。アイテムのことならオイラの店、どうぞどうぞ。お客さんお目が高いね。道具屋は目利きがなっちゃいない。アイテム買うならオイラの店にまた来てな。新作からヴィンテージまで何でも取り揃えてます。モンスターバーガーコスタ店だよ。クラウドもアイス食べる？あ、それともナンパ？ヒュッヒュー、水着姿がキュートだね。ああ、そうだな。なんだよ、こうやって見る目あんじゃん。ねえ、私を仲間にする気ない？なんなりと役に立っちゃうよ。私がいると楽しいよ。チームもぐっと若返るし。ゆらゆら。クラウドさんも踊られます？僕初め。次はぜひ一緒に踊りましょう。
それでは引き続きワールドレポートをよろしくお願いします。バカンスだもの、出会いには期待しちゃう。アテリアみたいなアイス、アテリアイス、不思議なお味をお試しあれ。すいません、キラッキラのイベントがもうすぐ始まるんですけど、まだ準備中なんですよ。コースターを回るならフィリーが便利ですよ。よっしゃ、あれよね、モンスターバーガーコスタでんだよ。オールマーケット名物の味がコスタに上陸だ。旅のお供にアイテム。いらっしゃい、上物を探すならうちの店で間違いなし。裏通りの道具屋はやめておけ。ありゃダメだ、コスタの道具屋といえばうちだよ。コスタ一番の道具屋はうちの店だよ。気をつけて、行ってらっしゃい。Thank you.
ターを回るならリリーが便利ですよ。待ってたら売り切るじゃん。キュー魔法のスイーツ。お客様のウィリーおめでとうございます。ウィリーの乗り心地はいかが。それでは景品をお受け取りください。ウィリーをレンタルして、お客様のおっとウィリーでもっとビュンビュンと。街の地図はないか。本日はご予約のお客様のみのご案内となっております。またのお越しをお待ちしております。またのお越しを心よりお待ちしております。ティファー兄貴、ティファー。あ、嘘、ジョニー皆さん、お久しぶりです。お元気そうで。ジョニーも。ここで何してるの？男ジョニー、一世一代の大勝負。ホテルのオーナーになったんだよ、俺。でも、ちっこいホテルだけどな。ちょうど休める場所を探してたの。行ってもいい？おほほー！願ってもない申し出。大、大、大歓迎です。実はオープン以来お客ゼロで。大丈夫かよ。やだな、俺たちの仲じゃないですか。遠慮は無用ですって。じゃあ早速向かいましょう。おい、ほら早く早く。迷子にならないようにちゃんとついてきてくださいね。いらっしゃいませ。買ったばかりなんでちょっと散らかってますけど、なかなかいい感じなんですよ。いや、話すと長くなるんですけど、意を決してミッドワールを出たものの、諸君なし、金なし、彼女なしの八方塞がり。ゴミクズよろしく路地裏に転がってたら、カポの市長に声をかけられて、仕事がないならって特別に格安物件を紹介してくれたんです。売り値はなんと相場の半分。その上ドーンと融資までしてくれて。いいマテリア入ってますよ。感動しちゃって。皆さん、俺の城、シーサイドジョニー。うん、そっか、あ、いいね。だろ、だろ。シーサイドの割にはシーが見えねえぞ。見るんじゃなくて、ほら。あー、来た来た、塩の香り。さあどうぞ。ようこそシーサイドジョニーへ。お部屋は
ティファが101、エアリスが102、野郎の皆さんはまとめて103号室ってことで。料金は？ティファのためなら大サービス。今日はすいません、俺カポの市長に呼ばれてて。今日は皆さんの貸し切りなんで適当にくつろいでおいてください。あ、ビーチへ行くならちゃんと着替えてくださいね。その物騒なのも持ち込み禁止ですから。ティファのリゾートウェア、この目で見たかったぜ。シャワー行く？うん、そうだね。じゃあ後ほど。後ほどっていつだよ。まあこういうところですから、ゆるゆると。ね、ね。負けた負けた。じゃあその辺見てくるぜ。で、着替えねえとダメなんだったか。へへ、やっぱこれだよね。じゃ先に行ってるぜ。悪いな、留守番だ。お兄さん、そんなボロ屋よりもっといい宿紹介するよ。中見たでしょ。こんなボロ宿100ギルの価値もないってのに借金まで負わされちゃって、今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。中見たでしょ。こんなボロ宿今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。なんてもったいないわ。そんなあなたに魅力的なお知らせよ。コスタデルソルでは今お客様の出会いを後押しするイベントを開催中。愛あふれる素敵な思い出をあなたに。コスタデラモール開催中です。どう、お兄さんも参加してみない？興味ない。俺はあいつに用がある。じゃあな。あらあら、お友達。じゃあお兄さんから言ってくれない？クロマントさんたちって少し変でしょ。ビーチに集まっちゃってみんな怖がってるの。ドレスコードも無視で雰囲気ぶち壊し。どこかに連れ出してちょうだい。お願いね。あ、でもお兄さんもその格好じゃビーチに入れないわよ。ここはコスタデルソル、もっと自分を解放しなくちゃってことで、7番のチケットをあげる。はい。そのチケットでパイレーツランページとカードカーニバルのイベントに参加できるわ。同じ番号を持ったパートナーが会場であなたを待ってるはずよ。パートナーと一緒にゲームをクリアすればアモールカードをプレゼント。カードはリゾートウェアと交換できちゃうの。ドレスコードをクリアして素敵な思い出を作っちゃおう。ねえ、ね。じゃあコスタのバカンスを楽しんでね。最高の出会いがありますように。コスター。
アモールカードはコスタでパートナーとゲームをクリアすると手に入りますよ。またどうぞ。コスタ一番のドーム屋はうちの店だよ。暑いから気づくかな。歩き疲れる前にウィリーはどうですか。毎度あり。バカンスの過ごし方といえば、次はスパゲッティをいざ。パイレーツランページへようこそ。マトと一緒に意中のあの子のハートも射止めてみませんか。パイレーツランページへようこそ。マトと一緒に意中のあの子のハートも射止めよう。さっきなんとかもうおるってチケットもらってよ、ここに行けっつうから来てみたんだが。町がやってるイベントらしい。その友達を作るイベントで、どうやら俺の相手はあんたらしい。ん？お前そんなもんに参加してんのか。景品のアモールカードが欲しい。なるほど、じゃあ俺に任せろ。ちょっと待った、お客さん、その筋の人でしょ。射撃こそ我が人生みたいな、クロートさんはお断りだよ。なんだよそれ。だったらでっかく書いとけよ、最初から言えよ。後付けルールじゃねえのか。うん、俺がやろう。恥かかせんじゃねえぞ。ドカンと決めてやれ。さあクラウド、行くぜ行くぜ行くぜ。
チャ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 ンチャンチャンチャチャチャーン。かー、ギリギリってとこか。お見事。いやー、車種と応援の息ぴったり。今日の挑戦者の中でもピカイチのパートナーっぷりだ。俺とお前がピカイチだとよ。どうかな。お前な、素直に喜べよ。今さら俺に気取るの疲れんだろう。じゃ、俺は先にビーチへ行くぜ。着替えたらとっとと来いよ。